こんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、プロテインの摂り方についてお話をしたいと思います。皆さんはプロテインというのを飲まれたことありますかね。よくスポーツジムだとかね、そういうところに行くと勧められたりすると思うんですけど、何て言うんですかね、ちょっとこうシェイクして飲むんですけど、あんまり美味しくないから嫌だとか、続かないとかありますかね。私もね、ここ2年ぐらいですかね、必ず毎日取るようにしてるんですね。で、食事でもできるだけタンパク質を取るようにしてるんですよ。卵、魚、肉っていうふうに取るようにしてるし、間食とかもプロテインバーとかも取るようにしてるんですけど、本当気を抜くとすぐにタンパク質の量が少なくなっちゃって、私の場合は、大体70g くらい取りたいなと思うんですけど、食事で 70g 取るのって結構大変なんですね。なので、プロテインを、朝と午後みたいな感じに取るようにしています。で、取った時の方が本当に体が快調ですね。筋肉がなんていうかしっかり動くっていう感じと、他の、なんて食事で取ろうとすると、プロテインはタンパク質ですけど、タンパク質にくっついている脂質とか糖質とか、そういったものの方がカロリーが高いので、どうしても、食べ過ぎになっちゃうんですよね。カロリーがオーバーになっちゃうので、できるだけタンパク質を取りたいときは、食事は一応メインで取るんですけど、プラスこうタンパク質だけを足していくようにしています。で、おやつはおやつおやつを食べるんですけど、おやつは楽しみで食べるっていうふうにしています。取るタイミングは運動の、後っていうふうに言われるんですけど、私も朝はプロテインまず飲んでからお掃除しだすっていう感じなんですね。あとは運動の後、それからお風呂から出て寝る前、タイミング的にいいのかなっていうふうに思います。大体見てもらっても、溶かしても80カロリーとか100カロリーとか、そのくらいのカロリーで、他のジュースとかですね、そんなの飲むよりはカロリーも低いですので、うまく取り入れられたらいいかなと思います。味もね、いろんな味があるので、甘い味のとかあるんですけど、私の今お気に入りは抹茶味です。抹茶味にはずっとハマってるんですけど、いろいろ試されてみたらいいかなと思います。ぜひね、探してみて自分のお気に入りを見つけて、少しねタンパク質をプロテインで取られるようにね、してもらうと体がね、すっきりしてくるかと思います。ぜひやってみてください。